康二のパワードーク。皆さんこんにちは、小説家の鈴木康二です。今日は発電開発の一時会社の首都火力発電所に来ています。ここで燃料にしているのは石炭。石炭というとね、CO2 の排出量が非常に多いんじゃないかということで、環境への懸念というのが特にまあ言われたりしますね。今日はですね、都会に近い石炭火力の実態を皆さんにお伝えしたいと思います。じゃあ先生どうぞおかけください。失礼します。ようこそ発電所へお越しくださいまして、ありがとうございます。もうね、石炭火力見るのはもう初めてですからね。今これまでもいろんな発電所見てきたんですけれどもね、石炭火力は初めてです。ぜひともよろしくお願いいたします。じゃあ先生、これから発電所の概要のビデオをご覧いただきたいと思います。じゃあどうぞ。日本を代表する国際都市横浜、開港以来外国航路の寄港地として目覚ましい発展を遂げた横浜市は、現在人口およそ370万、東京に次ぐ日本第二の都市です。この横浜に位置し、首都圏に電力を供給するのが J パワーの最新鋭火力発電所、磯子火力発電所です。大電力消費地を南西から支える重要電源として、高い稼働率で運転し続けています。この磯子火力発電所は1967年に旧1号機、1969年に旧2号機が運転を開始し、総出力53万キロワットの発電所として誕生しました。この背景には、1950年から60年代、急速に石油へとエネルギー転換が進む中、国内石炭産業を保護する国の政策のもとに、J パワーが磯子をはじめ、兵庫県高砂、広島県竹原に国内炭を使う石炭火力発電所の建設を進めた経緯があります。こうして生まれた磯子火力発電所は、30年以上電力を供給し続けてきましたが、横浜21世紀プランの窒素酸化物削減計画に対応した環境改善、大都市横浜への電力の安定供給、そして旧発電所の老朽化対応という3つの理由から、従来の敷地内で電力の供給を継続しながら、総出力120万キロワットの全く新しい発電所に生まれ変わることとなり、新1号機は2002年、新2号機は2009年に運転を開始しました。タワー型ボイラー、石炭サイロなどの採用や工事工法を工夫することにより、従来と同じ面積の敷地におよそ2倍の発電出力を持つ設備を建設しました。磯子火力発電所は10年以上前から J パワーが運転実績を有する超超臨界圧技術の最新鋭の発電所で、主蒸気温度600度、再熱蒸気温度620度、主蒸気圧力25メガパスカルという世界最高水準の蒸気条件を採用しています。超超臨界圧技術によってエネルギー効率を世界最高水準にまで高めると同時に、 J パワーの豊富な運転経験ノウハウによりこの効率を維持しています。合わせて効率的な設備設計にすることで、発生する二酸化炭素も更新前と比較しておよそ 17% 削減しています。また電力業界で初めて水を必要としない乾式排煙脱硫装置を採用し、活性炭に吸着させることで硫黄酸化物を 95% 以上除去しています。さらに
乾式肺炎脱症装置や電気式囚人装置の設置により窒素酸化物を 87.5% 以上、梅塵を 99.9% 以上除去するなど、環境への影響を最小限に抑えています。発電所を更新するにあたり、これまで横浜市との間で締結していた公害防止協定を環境保全協定として改めて締結しました。協定における梅塵、硫黄酸化物、窒素酸化物の最大排出濃度の値は、更新前から新1号、新2号で大幅に削減されました。さらに実際にはそれらを十分下回る値で運転しており、石炭火力発電でありながら LNG 火力発電並みのクリーンさを実現しています。このように磯子火力発電所は最先端のクリーンコールテクノロジーを採用し、発電電力量あたりの大気汚染物質排出量を世界最小値まで抑制しています。 J パワー磯子火力発電所はこの世界最高のエネルギー効率と環境への影響を最小化する性能を維持しつつ、電力の安定供給に努めていきます。はい、どうもビデオお疲れ様でございました。とても参考になりました。非常にやっぱ分かりやすいですね、はい、ありがとうございます。とにかくいろいろ環境を汚染しないものをなるべく出さないっていう、はい、努力っていうものがよく分かりました。ありがとうございます。それじゃ あのお手元のですね、はい、サンプルをまずご紹介させていただこうと思います。海外から石炭を運んできておりますけれども、そのサイズがですね、この一番のケースに入っているサイズになります。これまだでかいですね。石ころになってる、はい、ちょうどあの線路の砂利ぐらいの大きさでございます。あの昔のね、蒸気機関車ですと、これをそのスコップで、これをそのまま機関助手の人がこうね、くべていたのを思い出していただけると思うんですけれども、発電所の方はですね、効率よく石炭を燃やそうという形で、微粉炭というものにですね、石炭をすりつぶして、小麦粉ほどのサイズにしてボイラーに吹き込んで、完全燃焼を図ろうという燃やし方をさせていただいてます。こっちの方が燃えやすい。そうです、そうです。で、石炭はですね、できるだけ品質のいい石炭を海外から運んできてるわけなんですけれども、やっぱり、燃えずに残る灰という成分がどうしても発生いたします。それがこの3番目と4番目のケースに入っているものになります。ボイラーに残った。そうです、そうです。ボイラーの中、燃焼温度が1300度から1400度の高温になりますので、灰の一部は溶けてですね、ボイラーの壁にくっつきます。それがこう成長するとこういう粒状になって、ボイラーの、底に向かってパラパラ落ちてまいる。それを集めたものがクリンカーと呼ばれるものになります。で、あの灰のほとんど9割型のものはですね、灰ガスに乗っかって、ボイラーから排出されて電気囚人機で回収されますが、それがフライアッシュというものになります。はい、そこで発生する灰はですね、どちらも、セメントの材料として利用していただいております。まあ、あの発電所によっては埋め立てを中心にしたりですね、するところもありますけれども、磯子の場合はできるだけこうセメントの材料に持っていこうという再利用できるわけですね。はい、で、Jパワーとしてはですね、広島県の竹原の発電所には、肥料工場を持ってまして、この灰を加工してですね、肥料を作らさせていただいています。5番のケースに入っております。はい、これあのできました灰、あの肥料はですね、JA さんを通じて農家さんに使っていただいています。はい、で、最後の6番目のケースに入ってますのが、磯子発電所の特徴であります乾式脱硫装置で利用してます活性炭になります。活性炭というと、あの冷蔵庫の匂い取りを思い浮かべていただければいいんですけれども、冷蔵庫の場合はあのヤシの実とかをですね、蒸し焼きにした植物性のものを使ってますけれども、まあ発電所では量もたくさん必要だと、あと丈夫なものがいいということで、石炭を蒸し焼きにしたコークスというのを使って、こいつを蒸し焼きに、はい、今あの北九州にあります我が社の関連の工場で作ってですね、磯子の1号機2号機
新しくできました竹原の新1号機でこの乾式脱流装置というものを運用させていただいています。でボイラーの効率を上げるために温度条件を高く設定してございます。25メガパスカルという圧力は1センチあたりにですね250キロの圧力がかかるという、高い圧力になります。それを保持するためのボイラーの材料がですねちょうどこれになるんですけれども、ちょうどステンレス系の材料になりますけれども、1センチ以上の厚さのある、材料を利用しております。ちょっと重いので。すごい重いですね。そうですね、ボイラー1号機のボイラーの大きさがですね高さが80メートル、横幅が20メートル、奥行きが14メートルというベラモーに大きい装置でございます。重さが8000トンございます。このチューブもですね1本にこう伸ばしますと400キロ、東京から大阪の手前ぐらいの距離の材料でその高さ80メートルのボイラーがこう作られているというものになります。じゃあこれからですね、お隣の展示室でなどで模型などを見ていただきながら、はい、実際、どういう仕組みで電気が作られているかについてご案内していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。